ルを勝ち抜き、日テレジュニックに選出された5名のアイドル。この番組は彼女たちがトップアイドル目指し成長していく様をアイドルグローイングアップバラエティ、その名も日テレジュニックの穴。今夜は真夏のビーチへ大熱戦、意外なゲストを迎え女同士の仁義なき戦い。飛んでください。さあ日テレジュニックの穴、キュービッグ。妹、人生最大の挑戦。女性ランナーに選ばれました。マジ？そう、何があっても張ってでもゴールは絶対したいと思います。24時間テレビ水曜夜10時、赤羽の先生。携帯っていつもそばにあるでしょ、だからレコチョクならいつも一緒なんですよ。一人じゃないから、間違いない。私の曲はレコチョクで、気持ちアップデートレコチョク。カモン。何があろうとも俺たちが終わらせてみせる。いぶき、どうして。やがて世界は人を失う。ブラッド・オブ・バハムート。アクスエフェクト新型アクス。始まっちゃうよ。席は愛の博物館。この夏映画館がイカ博物館になる。イカナイトミュージアム2。楽しい。日テレジェニックの穴始まるっちゃで、今週も始まりました。当番組のキャップこと有吉でございます。よろしくお願いします。今回訪れたのは逗子海岸にある日本テレビ海の家アットシーズ。そして本日のライバルはこちらの皆さんです。これはまたまた最低なのが集まっちゃいましたね。トップ、グラビアオブグラビアですけど、まずあなたたちはこのクズたちに負けてるわけですからね。負けてない、負けてない、吉川に至っては記憶もないですよ。早い段階で落ちちゃったでしょ。インパクト大ですよ、うん、どれ何週目で落ちたんでしたっけ。2週目。日テレジュニック反逆同盟2009。今年4月から放送されていたアイドルの穴で、日テレジュニックを目指しながら惜しくも脱落してしまったメンバーが大集結。全員が日テレジュニックに対し激しい怒りを抱き、鉄壁の団結力を誇っている。今日対決なんですけれども、まあこちらね5人ということで、こちら6人いらっしゃいますけども、一人多いじゃないですか。あ、じゃあ私よ。それやるならどうぞどうぞまでやってもらわないと成立しないんで。ということで、こいつはいらねえなってやつを多数決で決めることに。じゃあ皆さん目をつぶってください。せーの。さあそのままで、そのままにしてください。さあ皆さん一斉に目を開いてください。せーの、オープン。ひどかった。ちょっと待って、この3人はちょっと置いといて、ね、2人ともさ、有吉ジェニック一緒じゃん。3人で有吉ジェニックってやったじゃん。前から気に食うんだ。じゃあすいません、野田さん帰ってください。ごめんお疲れ様でした。バカ。最悪ですね、あいつ。ふんじゃいやん、アイドル渚の障害物競争。まずはバットでぐるぐる10回転。
目が回ったところで寝そべっている人の上をジャンプ。さらに砂浜に埋まったコスプレ衣装を追って着替えてゴールを目指せ。もちろん負けたチームにはきついお仕置きが待ってるぞ。まずは日テレジェニック小池と反逆同盟キズキの対決。どうですか小池を見て。なんか普通です。普通ですか。小池が普通ならキズキさん確実に普通以下です。なんかもう立場ないじゃないですか。もうちょっとこれ言っちゃいけない言葉なんですけども、はい、ブスです。よーい、勝つのは普通かそれともブスか。さあ小池リードです。小池がリードです。さあ気づき言ってください。さあ、あー怖い、これは怖い。さあコスプレです。さあ何でしょうか。小池リードしております。さあ小池はメイドさんですね。そして気づきは、あ、全身タイツ、全身タイツです。さあちゃんと来てください。あー小池リードです。小池がダントツ。小池の勝利です。さあ小池さん勝利の一言。大工戦には勝ちました。レースで勝っただけじゃん。レースで勝つのが勝負ですよ。レースで勝つ勝負ですよ。はい、スタート。続いては日テレジェニック米村と反逆同盟水上とのチーム最年少対決。接戦の中僅差で勝利したのは水上。続いて日テレジェニック斉藤と反逆同盟森永の対決は、おっとゴール直前転んだ森永、ナース斉藤勝利。日テレジェニック勝ち越しまでリーチ。もう後がない反逆同盟青木の登場。迎え撃つは日テレジェニック清水。そしてこの試合新たにコナーメゾンを追加。さらにさあ、そしてお兄ちゃんのちょっと配置を変えてみます。完全にゲイのカップルと。ゲイのカップル。位置についてよーい。リードです。青木リード、清水あ、さあ青木はコスプレゾーンに参りました。さあ何のコスプレでしょうか。お、清水も今到着。何これ。さあ清水は女子高生ですね。青木はサンタクロース。全然違うんですよ。さあ急いでください。さあさあさあ急いでください。さあ清水リード。さあ青木遅れました。コナーメゾーンに清水がやってまいりました。さあさあさあ行ってください。顔で探すんですよ。顔で。顔。そうです。いやないの。ここで青木もコナーメゾーンへ。やだよ。顔を突っ込んで。やだよ。さあ青木探して。いいよこれ。ちょっと死ぬありました。清水ありました。清水ありました。さあ清水ゴール。清水ゴールです。おめでとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。どうしました清水さん。いや大丈夫です。大丈夫ですか。もうそれ以上大丈夫。あれ怒ってらっしゃるんですか。怒ってらっしゃるんですか。大丈夫ですか。さあ青木さんはやってやんないっすよ。久々に来たんですけれども、キャンプ絶対こっちの方